こんにちは、今回は三旗ロイヤルの紹介をしていきたいと思います。ぴったり画面に収まってますね。はい、横スライドはできなくて、ぴったり画面に収まってるんですが、テンプレのデッキですね。はい、っていう感じで、デッキ障害はちょっと眺めてもらう程度で、ちょっとね、ご理解していただく感じでやっていて、どれや三旗ロイヤル。あれ、ない?ない?あったー。あれ?今、三旗ロイヤル紹介してたっけ?あ、三旗ロイヤル紹介してたよな。あ、いや、普通のロイヤル紹介してたかもしれんからな。あ、いいや。マスターポイント6000いきました。はい。全然すごくないんですけどね。神竜か。最近見ないな。シャドーバース始まった頃はな、ローエンがよく使っとったわ。懐かしいな。エルフか。エルフはな、そうやな。スピードで、先行取れたからもう一気にいっちゃうみたいな感じで、やっていきたいんですが、アセンティックナイトとかいう、ニコスのフォロワーが、欲しいですね。ランサーでもOK です。はい、とりあえず低コストのフォロワーを並べていく。それがまずね、重要になってくるんで。でもね、森嵐かな。泣えるわ。森嵐とか、森嵐はもうガチで泣いてしまうわ。強ないだって、相手のさ、フォロワーに2ダメージプラスフェアリーっていうフォロワーを手札に加えるんですよ。えぐいやろ。ブロンズの性能じゃないやろ、どう考えても。もうめんどくせえ。でもね、とりあえずリザが出たってことはテンポエルフ、最近テンポエルフ流行ってんのかな、よく見るんですが、もうこれ全部顔でどんどんいっちゃいます。はい、フォロワーを倒すっていう考え方は極力減らしていった方が強いと思います。理由は、倒してもフェアリーとかほとんど湧いてくるんですよね、こんな風に。で、手札が尽きることがないのがエルフの強みなので、相手してもしょうがないと。フェアリー、ウォーターフェアリーでさ攻撃する意味あったか。ちょっと待って、ウォーターフェアリーで攻撃する意味あった今あったなかったよな。とりあえずガンガンいっちゃうんですよ、これ。ガンガン。もうどんどんいっちゃいましょう。8点、えぐ。5コスで8点ダメージ与えるのはえぐいぞ。いやとりあえずフェアリービーストが来る前に叩き込む。それが、やっぱ、それ強いって。でもね、死後出されなかったのは大きいですよ、エンシェンテルフとか。でこいつの攻撃力が1で3か6点。そうやな。でも1体は残しておきたいですよね、この。だからまずこれを出しますか。で、ワンガードを出して、進化を使わないで。はい。これ進化使ったら負けます。はい。これ多分勝ちましたね、これ。三旗が2枚あるので、次のターンで、えぐっ。でも死後つかない。よしよし、なんか今死後つくと思った。死後ついてなかったら弱いわ。いきますわよ。で、これで2点やから、そうか。強え。やばっ。やっぱね、三旗ロイヤルはこれだから本当楽しいんですわ。はい、もう一瞬で終わらせましたね。はい、とりあえず三旗を出して、で、失踪フォロワーをどんどん出していく。10連勝ですね。はい。負けることがないんですよね、私。シャドーバース負けたことないんで。はい。ロイヤル最近使ってる人いないからな。2ヶ月ぐらい前はロイジっていう風に言われて、もうロイヤルばっか出てたんですけどね。で、その時私はちょうど、コントロールワンパイアか、使っててね、全然勝てなくて、冥府で、根源への回帰、それから、収穫祭、あのコンボを何回もやられて、もうね、
一瞬で本当もうね地獄を味わったんですよ。いやミラーですね、はい、本当地獄を、ごめんなさい、電話がかかってきてちょっと止まりました。てか電話がかかってきたのでちょっとねカットします。はい、ちょっと一回録画が電話かかってきたので止まりました。申し訳ないですね。ちょっと前のやつがどうなってるかよくわからないんですが、とりあえず続きやっていきたいと思います。はい、まあ多分カットするのでまあちょっと飛んでるかもしれないですね。はい、まあ相手方にちょっと待たしてしまったんですが、まあ1分ぐらい、あ1分ぐらい、1分か2分ぐらい、ちょっとね待ってもらったんですが、あ申し訳ないですね。はい、さあサンコスは何が出るか、まあ見当たっぽいなこれも。うん、ねまあでも高校やからフロフェンが欲しいんですよね。まあオーレスナイト、まあランサーかな、ランサー出して、まあ取ると、こんな感じで。さあ4コスはどうなるか、まあ多分見旗でしょうね。ああ、まあでも見旗打たれてもそんな、おっと珍しいカード打ってくる。あでも、そんな怖くはないな、言うほど。うん、で、ああ、なるほどな。ああ、で、取ってくる。なるほど。それはずるいわ。王家の御旗を打ってもな、そんな強くないからな。これかなり厳しいですね。はい。進化を使います。でまあ取ると、厳しいですかなり。はい、まあフローラルフェイサーが来るともうほぼ負けが確定するんじゃないかなと思いますね。はい、あー、我がプリ、我がプリは結構珍しい。あ、そういうデッキか。小型モンスターを横に広げて、なんかさっきの竜神の舞、あれでフォロワーを並べていくっていうデッキか。うわ、厄介やな、これ。ああ、手札もほとんど使えないカードばっかだし、非常に厳しいな。ああ。なるほど。うーわ、進化を使ってくる。なんか引けよ、なんか強いの引け。ああ。なんでもいいや、なんかフォロワーで強いの来い。あー広すぎるわー、こら広い。2468点入るのかな、次フォロワーで強いの来いよー。うわえぐえぐえぐ、アルビダですね。これまあ出して負けですねこれ。負けですね。ちょっとな、電話かかってきてさ、なんか一気にその戦況を読めなかったわ。ああ、覚悟はいいですか。負けですね、多分ってか負けやろ。でも相手珍しいな、なんか竜の舞を使っての政治コマンダー、それから、まあ、横に並べて多分、アドを取っていく。うわ珍しいっていうか、なんかこれ自作か。 あんまなんか見たことないよな、初めて見たデッキやな。非常に面白いデッキでしたね。はい、ってことで、今回はね御旗ロイヤルということで、まあ負けたんですが1勝1敗ということで、はい。